皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さて本日は、沖縄在住の私の妹が1年前に作詞作曲いたしました両手を広げてという歌をお届けしたいと思うんですけども、こちらの歌はですね、私が1年以上前から YouTube をやっておりまして、でその時は結構自分の心の傷とか、まあ、いろんな葛藤とかを話していたんですけども、そういう心に残っていた深い傷を YouTube で話すたびにその傷が消えていくという体験をいたしまして、おそらくこれが手放しの法則なのかなという感じがしたんですが、そしてまたうちの両親もですね、まあ、1年ちょっと前に自分たちのチャンネルを作りまして、でそこでうちの母は5歳の時にポリオで右手が不自由になったんですけども、そのことも勇気を出して話して、でその時にですね、やっぱりちょっとこう軽くなっていくという体験をしたようで、あと父も小さい時に5歳の時に父親を亡くしたりとか、まあ、いろんなことをこう話してとても嬉しそうに、ね、しているのを見たりとか、みんなでなんかこう手放してこう軽くなって自由になっていくという体験をして感動して、私はこちらの動画、手放しの法則という動画を作ったんですけどもね、そして YouTube にアップしたんですが、それを見た妹がとても感動いたしまして、この曲、両手を広げてという歌を作ってくれました。そして今回視聴者の皆様にもね、皆様も両手を広げて手を離して一緒につながっていませんかということで、両手を広げた写真を募集したんですが、実はこの企画最初はね、うちの妹が、でもそんな募集しても誰も送ってくれないじゃないかしらとかね、そんなことを言ってまして、やっぱりやるのやめようなんて言ってたんですけれども、私はいやでもそんな自分が送らないからと言ってね、他の人が送らないとは限らないし、やってみないとわからないじゃないっていうことで背中を押してやることにしたんですけれども、そしたらたくさんの方が両手を広げて手放して送ってくださいました。本当にありがとうございます。そしてそれを見た妹は本当に感動しておりました。今回ね、学んだことはね、やっぱりね、何をでもやってみないとわからないなということですね。そしてそれで少しね、妹もこう手放せたかなっていう気がするんですが、そして私事ですが、実は4月20日この動画を投稿するときは、日本は4月20日になっているんですけども、それは私の誕生日でもあります。もう最高の誕生日プレゼントになりました。皆様ありがとうございます。本当に画面の中で皆様とつながれた気がして、とっても感動いたしました。では風ファン、みんなで両手を広げて手放してつながってみた、作詞作曲のぞみ、両手を広げてお聴きください。心の
Yeah.